ました、今日はですね7月の27日今現在9時過ぎですかね。で今日はエープムーブをやるためのベトナムのシムを買いに行きます。昨日ですね楽天モバイルでやってみたんですけど、かなり回線の状況が悪くてもうまともにムーブできないという状況だったんで、もうベトナムのシムを買います。で楽天モバイルはですね海外に持ってきたらすぐ使えるようになっていて、ただデータ容量が 2GB までなんですよね。なので動画とか見たりいろいろしてたらすぐなくなっちゃうんですよ。で楽天モバイルって使った容量に応じて料金プランが上がっていくんで、なるべく料金を上げずに緊急時だけ使うっていう扱いにしようかなと。基本的には現地のSIMを使う感じかな。ちょっと今から携帯ショップを探しに行きます。これはバインミーだね。バインミー1万5000ドンって書いてあったから100円もいかない。いや相変わらずバイクが多いね。ベトナムでは歩行者優先とかっていう考え方はないんで、引かれた方が負けってなっちゃうんで気をつけないとね。事故にあってね病院にねお世話になるのは嫌だからね。何ですか君が。なんかこういうとこにもありそうやけどな。やっぱ昨日の夜店が開いてなかったからすごく寂れてるような印象やったけど、昼になるとやっぱすごいみんな開いててなんか活気がありますね。ちょっと適当に歩いて携帯ショップ探します。こういうとこにもありそうだけどな。 Do you have SIM card? SIM SIM card? Ah, OK. Thank you. No. ないか。でも本当はなんか携帯キャリアのショップで買った方がいいらしいんですけどね、なんかあった時のために。まあ前僕買ったんですけどベトナムで、その時は全然問題なかったんですよ。携帯のキャリアじゃなかったんですけど全然問題なかったんですよね。ここは違うかな。ちょっとこっちじゃないな、こっちだな。俺はちょっと道を間違えたくさい。ここに SIM カードって書いてある。 SIM って書いてあるからここに売ってるっぽいね。これ SIM カード、 SIM カード、 SIM? うん。 What SIM like? Japan? Yes, same, same, same. OK, thank you.電波悪いような気がするな。外れかこれは。で今 SIM 買ったんですけど料金がですね16万ドン。ちょっとプランとか全然見てなかった。とりあえず16万ドンだから1000円ぐらいですね。まあこれでしばらく使ってみて、とりあえずギガ制限あるからなるべく動画とか見るんだったらもうちゃんと Wi-Fi がある場所だけにするとか、そういう感じで対策を取ります。ちょっと今からね GPS が使えるのかどうかっていうところなんですよね、これ問題が。今エネルギー満タンの状態になったんでエープムーブ起動していきます。とりあえずテストランするか。ちょっと一回歩いてみます。いやーなんかキロ数が測れてないぞこれ。いや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 、ダメだろうこれは。アプリの問題かなこれ。いやーマジこれ直してもらうと困るな。おいったいった。ようやく今ですねちゃんと GPS が機能し始めました。まあ、ちゃんとと言っても今 9.1 キロとか出てるんで、10キロとか4キロとかいきなり乱高下してるんで正確ではないですが、なんとか歩き始めることができました。でちょっとこのベトナムの街を散策してみましょう。この辺にねなんか湖があるはずなんですよね。そこに行きたいんですけどね、どうやって行くんだろうな。で今日はブンチャーかバインダーオクワを食いたい。入った。今 0.32 入りました。でまだですね今収益の改善っていうのはまだなんですよね。本日のだいたい5時半ぐらいに決まります、この収益の改善がどれぐらいなのか。肉がこんな感じで売られてますよ。こっちかな湖。いや今日の夜が楽しみですね。夜のためにちょっとスタミナ残しといた方がいいかもな。まあ今のところ 0.32 から 0.35 って感じ。おカフェ、カフェ 13K 13,000ドンっていうことは80円ぐらいか。いいよねやっぱコーヒーとかもね80円とかね。だからこの辺はローカルになるとタイと物価が結構近くて、カフェとかもローカルなカフェだとタイも20バーツとかでカフェラテがあったりするんですよ。でベトナムもだいたいそれぐらいかなって感じですね。100円いかないぐらいで、コーヒーショップとかきれいめなとこに行くとちょっと高い、200円とかしますね。でも全体的に物価はまだ日本人感覚だと安い方なんで、
ので助かりますね。ちょっと安いのはね今。まあこれからのベープムーブの戦略なんですけど、結構ねベープが上がってたんですよね。前まで 0.005 だったかな、 0.005 ぐらいで、今見たら昨日見たら 0.0066 とか結構上がってて、これからまだまだ上がるんじゃないかと。で運営はですね 0.1 ドルにしたいって言ってて、だからつまり今 0.00 だったら0キロを2回したいって言ってるんですよ。っていうか収益が入らんけど、これ大丈夫かな。さっきから収益が入ってない。スタミナだけ減ってるやん。なんなんこれ。なんかスタミナだけ減ってってる。いやー、これは多分バグだよね。ベトナムの現地のSIMでやってるのに、こんな調子っていうのは、バグですよね。いやー、増えないな。一回やめよう。あー、でもなんか、今、やめたら 0.95 になってる。増えてますね、案が。どういうこっちゃ。ちょっともう一回歩こう。なんかすんなりいかないですね。やばいやばい、速度が51キロぐらいになってるわ。タイの時は結構すんなり行ったんすけどね、ベトナムはちょっとあれかな。なんかすげえ稼ぎが少ないね。 GPS 精度がマジで悪い。 GPS は機能してるのにアプリ側のエラーがひどいね。すごいローカルな場所に入ってきたわ。まあ、とりあえずちょっと安定してきた。うわやばい、こっちやばい、バイクがすごい。やばい、こんなとこ来るんじゃなかった。バイクがすごくて歩けんわ。いやー、やっぱりスタミナだけ減る、これ。マジでこれ最悪だわ。今、スタミナ2使って 1.66 しか稼げてないんですよ。これはやばいっすよね。もうアプリのエラーで全然ダメだ。ちょっと一回これ仕切り直しだな。あ、そういや、なんか Wi-Fi を切っとけみたいなこと言ってたな。それかもしれん。ちょっともう一回挑戦します。最初はちょっと調子が悪いですね。今、一発目成功。Wi-Fi 切ったから大丈夫なんかな、もしかして。結構損したな。うわ、ダメだ。やっぱりスタミナだけ減ってる。ダメダメ、これは。ちょっとこれは、使い物にならんすね。ちょっとスタミナ残しとこ。マジで耐久だけどんどん減っていくんすけどね。ライス。いやー、これはまずいね。2.5 使って 2A プって、非常にまずい。おー、うまそうやね。よいしょー。ご飯を食べました。ちょっとね、エープムーブのこの致命的なエラーはですね、ちょっとどうにかならないかなと思ったけど、こっちができることがないんですよね。GPS の精度を上げるっていう設定は一応あるんですけど、もうそれはそもそもオンになってるし、こっから携帯の設定をいじっても何もあまり変わらないんですよね。ちょっと違う靴で一回歩いてみましょうか。やっぱり結構最初長い間ムーンウォークになっちゃいますね。で、一時停止を押してからもう一回起動すると直ったりするんですけど、今見てる感じ、歩数の増え方がちょっとおかしいですね、やっぱり。で、今、試しにちょっとステップを起動してみたんですよ。そしたら、こっちは距離計測と歩数のカウント、きちんとされているので、やっぱりアプリ側ですね。アプリ側の問題がありますね、これは。ステップは安定してるもんね。ちなみにさっきの飯は5万丼だったんで、だいたい300円ぐらいですね。チキンとポークのソテー&ご飯で。あー、で今ここにカフェに来てみたんですけど、人多いっすね。ちょっと中入ってみないとわかんないけど、カティアントっていうんかな。ちょっと中見てみよう。いやー、人多いな。さすがに屋外はちょっとね、ダメだ、座れない。ここはカフェじゃないよな、多分カフェ。カフェ、oh, no, no, no. No. ビアYes. カフェ here No, no, many, many yeah. No, no, no なんかベトナムの子って英語で喋るのがちょっと恥ずかしいみたいなとこがあるらしいんですよ。まあ英語のできない僕が言うのもなんなんですけど、英語で対応してる店員がいたらその店員をねみんなでからかうっていうちょっと面白い文化が結構見られます。でもどうしよっかな。なんかその辺の小さいカフェに入るとコワーキング向きではないんですよね。まあコワーキングはできるけど、コンセントもあるし Wi-Fi もあるからいいんだけど、どうしよう。今日何？今日水曜か。平日であんだけカフェが多いってことは土日はもっとやばいね。
っと今仮眠してて、仮眠というか結構寝ましたね。昨日今日とあんまり寝れてなかったんで、今6時ぐらいです。で、目覚めて今からですね、ホーチミンの知り合いと飯を食いに行きます。でね、タクシーだと結構かかるんで、バスで行きます。バスに挑戦。バス停までが結構遠いんやな、これ。いい感じの路地裏。家がでかいっすよね、みんな。なんか縦に長いんかな。2階3階とかは当たり前で、今から行くとこはだいたい6キロぐらいなんですけど、タクシーで行くとバイクで2、300円、車で800、900円ですね。バイクタクシーでもいいんですけど、6キロって結構しんどいんで、バイクで行くと。ちょっと今回はバスで行きます。これがバス停の標識っすね。30番に乗れば目的地まで行けると。18分間隔か。来た来た、こいつや。こいつに乗れば行ける。でですね、バスに乗ったら料金を払うと。Google マップでは6000だったんですけど、7000ドンですね。それでもめちゃくちゃ安い。これでも50円ぐらいか。安いね、バスは。今ちょうど6時半なんで、もうみんな帰宅ラッシュな感じですね。もうすごい。車はなかなかね、進まないですね、思ったように。バイクがクソ邪魔で。この辺は栄えてますね。なんかさっき24時間のカフェっていうのがあった。ホーチミンは24時間のカフェもあるんですね。じゃあバスを降りました。相変わらずすげえな、バイクの数で。こっから少し歩くんで、ついでにエープムーブもう一回やってみます。 GPS が反応するかどうか。おー、どうかな。お、比較的早く反応したね。今回は大丈夫かな。あ、だいぶ落ち着いてますね。おー、いい感じかな。なんかいい感じの気がする。お、来た来た。よし、 OK。 なんか良くなりましたね。ついでだから歩こうか。ん、なんか今 0.32 から 0.34 にポンって増えた気がするんですけど、これはなんだ、裏技か。今ターンが入った瞬間に一時停止をしてまた再開をしたら 0.32 が 0.34 に増えた気がした。ちょっと見間違いだったかもしれない。とりあえず安定してますね。あ、でこれで一旦停止して、なんか速度はねちょっとね不安定ですね、まだ。あ、やっぱり増えた。 0.66 で一旦停止して再生もう一回押したら 0.2 増えた。これは裏技か。おー、いい感じいい感じ。マジで昨日のは痛かったな。昨日なんかエネルギー3歩いて、違う、 2.5 歩いて稼ぎが2エープでしたからね。ふざけんなよと。コストラも余裕ないんだぞと言いたかったですね、昨日は。今は大丈夫そうかな。ん？なんかこれ、なんか無限に増えるんやけど。あー、さすがに怒られるか。でもアーンもらえた。オッケーオッケー。あとスタミナが 0.6 か。で、店まではまだあるから、もうちょい歩いとこう。もういい感じだね。最初から速度も GPS も全部ムーンウォークじゃない。いい感じいい感じ。もしかしたら僕のホテルの周りがちょっと電波が弱いとかあるかな。それかですね、昨日の段階、昨日から今日にかけて修正が行われたか。マジでいい感じだわ今日は。最高最高。で、さっきの 0.2 増える裏技みたいな、あれはあんまりやると怒られそうですね。なんかアーンごとにやるみたいな感じだったらまだ許されるかもしれない。あと 0.6 で、こうプッシュを押して再生を押すと1増える、 0.1 増えると。今ババアに邪魔されそうになった。危ない危ない。ここ渡っとくか。プッシュ、やっぱ増えるね。まあね、昨日の分があるからちょっとでも返してもらわないとね。まあ、増えたって言っても 0.02 だからビビたるもんだけど、もう一回ぐらいいけるかな。プッシュをして、おお、 0.1 増えた。どういう計算やねんってね、これ。ちょっとなんかステップンとはまた違う仕組みですね、これね。違う仕組みを使ってるから多分こういう感じになってるんだと思う。 0.1 ずつ増えるぞ、これ。どうなってんの、なんか、なんだこれ。あ、もう無理か。あ、それでもうエネルギーがなくなったらすぐに消さないとダメなんですよね。あの、耐久度が減ってくんで。今ので 1.95 か。ふう、今日はなんとかできそう。あとは僕のホテルのところに行ってどれぐらいアーンできるかだな。ということで、もう知り合いがですね、今飯屋にいるらしいんで、ちょっとそこに急ごう。おい、無防備だぞそれは。あまりにも無防備だぞ、そんなとこでやってたら。おう、いいね。お前うんこついてないかそれ。ちょっとね、エネルギーが今ちょうど7時、日本時間9時で回復したんで、もうちょっともうこれ歩いときましょう、こっちで。もし向こうに行ってね、ホテルのところに行ってまたエラーが出たら嫌なんで。てか、まあ昨日、今日の朝か、 SIM カード入れたので、その時に再起動は一応したんですけど、もしかしたらその再起動の時に不具合が出てて、もう一回今日再起動したんですよ。でそれでもしかしたら良くなったのかもしれない。
あ、これ分かった原因が、あのアプリのバグじゃなくて一時停止を押すとですね、そこでエイプの収益が確定されるんですね、これね。だからエネルギーの例えば 0.2 ごと減るんですけど、 0.2 の中でも区切りがあって 0.1 のところで一回停止を押すとですね、その分の収益が再生をした時にもうそこで確定してポンって反映されるんですね。ステップの場合って一時停止再生をしてもそこで収益は確定しませんが、エイプムーブの場合は一時停止をして再生を押すとそこまでの距離数かステップか歩数かで収益が確定する仕組みになってるっぽい。ここだよな。おお。疲れ様です。会えるとは思わなかったですね。いやー。臭そうでしょ。臭いっすね。もう臭いっすね。もう臭いでしょ、すでに。誰もおらんけど。でも星 4.4 やったんですよ。ああ、さっきまで行っといて。あ、いたんすか。はい。安いっすね。まあまあ、ベトナムにしたら高いですけど。あ、これとかね。あ、これ何、これうまいっすよ。なんか中に肉が入ってるみたいな。へぇ、えー。あー、はい、つけ麺みたいな、はい、あーみたいな感じですね。どれ、なんかまたマインダーを食わ。これは大好物ですね。これ絞るやつないんかな。なんか大体ついてるんですよ。多分手で絞れてるんですよ。でここの味がどうかっていうとこっすよね。人気店はカニの風味がめっちゃ強いんですよ。だけどここはどうかな、なんか見た感じカニのあれが入ってる感じが少ないかな、はい、この意味不明なドリンク全く正体不明ですね、これ。まあ多分100円もいかないでしょ、これ、はい、おお、かわいいかわいい、キュッキュッ、キュッ、365ngàn nghìn người ta ơi, chúng ta đây 400 ngàn người nữa cho cậu nữa. À, cái này là ローカルじゃないけど、あ、コーヒーハウスか。これめっちゃいいですよ、ここ。有名な。そう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 。近くにもあります。あります？どう、マジでいいっす。寒い。ここいいな。あ、外でもいいっすね。外行きますか。よいしょ。じゃあ、そういう料理系とかもやる。